アーサーです。ビッグアーサー、父は桜爆心王、母の父はキングマンボの8歳です。加熱費用は受胎条件の100万円です。2年目のシーズンを迎えまして、その馬体の迫力にますます磨きがかかってまいりました。昨年はアロースタッドでトップタイ164頭につけさせていただいております。先日誕生した3区たちもこのビッグアーサーにいた骨太でお尻の大きな馬だと聞いており、今後が非常に楽しみです。さて、実績十分の先輩志望はシニスターミニスターといきなり頭数で肩を並べましたビッグアーサー、その魅力について紐解いていきますと、まずはこの馬体の良さにあります。首差し、肩、胴回りとも、まさにスプリンターらしい筋肉の塊と称されそうな鋼の馬体をご覧ください。そして血統構成、桜爆心王は伝説の名スプリンターにして名種母馬、3区はスプリンターから障害の名馬まで実に幅広い距離で活躍しております。母の父は日本競馬に非常に相性の良いキングマンボ、三代母のリロイはアメリカで G1 レースを2勝した牝馬、またフランスベルメイユ賞でも2着に好走いたしました。四代母のリスカウスはフランスオークス馬でもあります。こちらもサンデーサイレンス血脈を一切持たない組み合わせですので、配合相手に迷った時にはまずビッグアーサーを当てはめてみてはいかがでしょうか。加熱費用は受胎確認後の100万円です。ノミネーションの売り情報もいくつかあります、あるようですので、事務局までお早めにお問い合わせください。以上、ビッグアーサーでした。ありがとうございます。